はい、えー。今回も、おっさんが気になるニュースを、ではなく、対談形式にして、えー、お伝えしようかなというふうに思います。えー、最新エアニュースになります。3月24日日曜日になります、えー。今回もですね、村岡社長の方にお越しいただきました。えー、よろしくお願いします。はい。よろしくお願いいたします。 はい、えっ、ー、と、今回のテーマもですね、えー。毎週毎週一緒なんですけれども、生成 I. I. 活用最前線ということで、ちょっとお届けしようかなというふうに思います。はい、村上社長、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、えっ、ー、とですね、今回のお話なんですけれども。えっ、ー、と、実は今、そ、こちらの方ですね。えっ、ー、と、まあ、I. T. メディアさんの方にあったニュースがありまして。ニュース、記事、コラムですね。がありまして。はい。 あの生成 AI を使ってますだけでは不十分効果を高める6つの手順っていうのを紹介されていらっしゃったんですね。これがですね生成 AI の価値はデータで決まる成果につながるデータマネジメントの6つのステップを解説ということでご説明してた内容なんですよ、うん、ちょっと興味あるくないですかこれ <laughs> どうでしょう <laughs> ああ。はい ただだ使ってるだけっててるけいいいうののは多とと思いますねねほとんどの方が、ね、そうなんですよねそうなんですよ、ね、あのうちはまあまあ使ってないところも多いんですけど使ってるって言ってもまあ,あの入れてますけどぐらいで、まあ、活用しきれてないところも多いのかなっていうのはちょっと思うんですけど、うん、まあこちらの方の、えー、と記事の内容なんですけれどもね、まあ、冒頭で AI を、えー、ビジネス活用していく機運が、えー、高まりつつある中ですね導入している うとはいえ活用できてるのかっていうことでちょっとね始まってる内容でしてでこれなんかあのウェブセミナーかなんかにあった内容のことみたいですねえっと日本企業は AI を活用して DX を加速してほしいっていう、えっと、セミナーがあったみたいで「出、え、る、っと」「の方が喋ってらっしゃる内容をやったみたいです。はい あこ,ここに映ってますよね、ちょっとね、出るの執行役員の方ですか、これの方が喋ってるということで、でまあ、ちょっと順次でちょっと、ね、いろいろと、ね、この辺でお話ししていこうかなというふうに思うんですけど、まず一つ目なんですね、ここまで進化するとは想定外、反、え、対、ー、の教授が、ね、語るということなんですけど、やっぱり教授自身もです、ね、<笑><笑>言ってらっしゃるみたいなんです。あの21年に、えー、生成 AI の がににわかに登場してきたとで数十年前から研究されていますがここまで性能が向上するのは研究者も想像していませんでしたっていうことから言われてるらしいんですよね。でえー、この,、はい、この和教授 言うんですけども鷲尾教授の方は約30年間にわたって AI の研究をされてらっしゃる大阪大阪学のの教授の方みたいなんですよでその方が言うぐらいの今激震してるその内容なんだっていうことをねまず一番最初に言ってらっしゃって冒頭で始まっててはい、はい、で次にですね生成 AI をどう使うのかビジネス活用の展望っていうお話をね次にされてらっしゃるんですけど、まあ、ここではですね まあ注目すべきは、まあ、キーテクノロジーっていうことを言ってらっしゃるんですよ。キーテクノロジー。ちょっとね僕は頭が悪いからよくわ、ね、かんないですけどね。あの <laughs> 気になりますね。ここでね、まあ、例で挙げてらっしゃるんですけどね、まあ、チャット GPT を使えば飛行機の 抑止力のような形なんていうんですかねまあ,あのを考慮したフライトシミュレーションのようなプログラムコードも生成できるというところに驚きを持って紹介するということで説明してらっしゃるんですね。でまああの何て言うんでしょうまあ、かなりねこの辺難しい内容で言ってるんですけどまあ AI を活用するには情報が必要になるということを最後に取り組くってやってらっしゃる。で 業務が、えー、と作業現場で生まれるデータを効率化、えー、かつ、えー、正確に収集して保存、えー、管理利用する一連の流れを通して基盤モデルの作成や自社用途の、えーうん、適用が可能になりますとでそれに足りうるデータを叩き込まない限り、はい、それが競争力の源になりますみたいな感じで言ってるんですよね。だから 活用するだけじゃなくてデータを使って何かしないといけないということを言ってるみたいなんですよ、ここで、はい、はい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 はちょっとなんかなるなるはいあのー、ちょっとね今日難しいかもしれないですけどはいはいはい<日>はいしいはいはい、ね、はい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  生成 AI 活用の6つのステップっていうところで、えー、あるみたいでしてで、えー、と AI の価値を決める掛け算とはっていう、ね、ことで言ってらっしゃるんですよ。これでうんうん、うん、興味ありますね。はい、でここでねちょっとね実際ねちょっとねどういうことなのかというところをちょっとね、あのー、お伝えしていこうかなと思うんですけどまず一つ目ですね。えっ、ー、と業務の理想像を定義するっていうことみたいなんですね。 <laughs> でこれはまあ経営の視点から、えー、と自社の強みとなるその業務を定義するみたらしいんですよ。で事業部門と IT 部門に協力することでバランスのいい、えー、と取り組みになるでしょうということで、まあ、業務の、えー、理想像を定義するだからこんな感じできたらいいなっていうことなんですかね。これ <laughs> あ <laughs> まあまあ多分そうでしょうね <laughs> 多分そうだと思いますなんかもしかしたらのび太系で言うとね「ドラえもんこここうなんだよこうしたいんだ」みたいなね多分もしかしたらそんな感じなのかなと思うんですけどねまあでもまずは理想像を定義することが大事なんだよっていうことみたいですねで次ですはい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 次のステップはい目標を定めるはい 生成 AI を導入する対象業務を複数選びその効果を目標として設定しましょうということなんですね。だから例えば業務効率化をするために生成 AI を使いましょうじゃあどこに使うのかじゃあ例えば現場としてのプログラミングソースを書くときに生成 AI を使ってやるっていう効率化を図りましょうじゃあどの程度伸びたのかっていう目標数値をちょっと設定しましょうということなんでしょうね。 まあ、うん、作業能率として例えば3日かかってたところを、まあ、目標として1日で終わらすような感じのことができるのか、うん、とかなんかそんな感じなんでしょうかね、うん、これね、うん、はいどうですかね、うん、こ,ここまでちょっと聞いてみてあの村上所長ちょっとピンときてます <laughs> <laughs> そうですね <laughs> まあ結局のところなんか結果というかまあ追い求めてるものを決めない限りは、はい、ただ使ってるだけでは まあそうですねだからまあそのためにはやっぱ目標を決めるまあちょっとここまでいくると当たり前なのかなというところもちょっと思うんですけど、うんうん、当たり前のかなって気がしますね。なんとなくね、はい、ちょっと次の内容ですね。まあ次もちょっと同じように並ぶんですけど現状を分析するということで、えー、目標の優先度をビジネス価値、うん、実用性の軸で決めて課題を整理すると。 でここで目標に対するデータを選定するという重要な手順も含まれますっていうことで言われてます。まあ現状を分析するっていうことは必ず大事なのかなっていうのはちょっと思いますよね本当まああの実際にこれが本当にビジネスとしての価値があるのかっていうのをねやっぱこう選定しないとそのせっかくやってもね成果がねどうなのかっていうところも検証できなかったら意味がないですから。 まあ現状をやっぱりちゃんと分析するす、ね、っていうところはやっぱりこの辺は大事なのかなっていうふうに思いますはいで <laughs> 次ですね4つ目のステップはい現状を踏まえて理想像を定義するはいなるほどなるほどはいあのお前の現実はこれなんだでもこうなるんだっていうことなんでしょうかね <laughs> はい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  俺は海賊王になるんだみたいな、あの、た <laughs> ん、うん、まあ、そういうことですよね。そうですよね。ただし、お前、どうやねんっていう、多分ね、そういうことになるかなってね。こ順序立てて言うと、多分そうなるんですかね、<laughs> でも。業務の理想像を定義するというところがやっぱり海賊王になるんだでしょ。で、目標を定めるということは、うそうですね、まあ。海賊王になるためにどうするのかみたいな感じの目標なんですかね。で、現状を分析するというのは、今、お前、どないやねんって話ですよね。で 今どな,いどないやねんっていうところから目標を定めた内容としての理想像としてこれできるんかっていうところを設定していくっていうことなのかっていうふうにちょっと思うんですけど <laughs>。はい まあ一応ねここで書かれている内容はですね実はえと目標を実現するための IT システムのえ構成を考えるということみたいですで。ハードウェアのえと最適化を探すというところも大切でデータの発生から活用までがえどういう流れでなるのかというデータパ,ーパイプラインを考えることも最重要だという風に言われているのでまあここら辺になってくると,ちょっと現実的になってくるんですかね。 あのー、その成,です、ね、成果のでをどういう形で定義してそれをどういう形で、えーとまあ、設定できているのかというところまで全部踏まえてで、ね、考えていこうねっていうちょっと分析にも似てる感じの内容なのかなっていうところにもありますしで、まあ、これが決まると次のステップはい。 まあここからちょっとね一番最初の方はちょっとねそのままかなと思ったんですけどまあこの辺から現状と理想のギャップを分析して活用のロードマップをえ作成するこれ本当大事かもしれないですよね。めちゃくちゃ大事だと思いますね。企業さんよくありがちなのは AI 入れたから何でもできるやろって思っちゃうんですよね <laughs>。 だからドラえもんじゃないんですからね。そうなんですよ。そうなんですよ。みんな海賊王になりたいんですよね。あのでもね。お前無理やろうっていう、ね。じゃあね、はい、じゃあどこまでの到達点を設定するのかっていうことなのかな？っていうのはちょっと思うんですけどね。これでね。そうですね。うん。うん だからまあここにも書いてある内容をちょっと読み上げるとですね現状と理想像の差を埋めるべくえ取り組みを数ヶ月スパンでステップ化するとで小さな成功を少しずつ段階にえ社内に展開して成果を積み上げるのがポイントだといいうことみたいですねだからま,あまずは船を手に入れないとだめとかねあの海賊になる。 で海賊王になる前にお前船ないだろうとかでそもそもお前にその海賊王になれるような技術を持ってんのかとでその例えば、まあ、鍛え上げるプランを考えるとかいうことなんでしょうかねこれね。<laughs> で最終的にはその海賊王になりたいんだけどせめてちょっと海賊のちょっと上位ぐらいにはなりたいのかなみたいな感じのところのロードマップ引くとかね、うん、とりあえずグランドライン手前まで行こうかなみたいな。はいはいはい ちょっと俺あのかなりねあのワンピースに引っ張られてますけど <laughs> いやでもものすごい分かりやすい例えだと思います <laughs> そうですかこれワンピースわかる人じゃないとわからへんくらいですかねこれ大丈夫ですか <laughs> いや大丈夫じゃないですかもう5番とかね <laughs> グランドライン入って はい、強敵出てきてからもう倒されてギャップ分析して次のロードマップを作業していくっていう <laughs> そ,うそういうことなんですよ <laughs> それが言いたかったんですけどあの <laughs>、ね、<laughs> やっぱりねみんなね海賊員みんななりたいんですよなりたいんだけどお前現状どないやねんってことなんでしょうね多分ねそうでしょうね、うんはいでやっぱ現状分析しないことにはやっぱりその本当の意味でね定義するその目標数値って出ないし でそこを埋めるためにはやっぱりま,あまずはこういう活用していくところで、まあ、まずは例えば船を手に入れられて成功しようっていうステップで、まあ、これを例えば3ヶ月以内に達成させようで,できましたで小さな成功で段階踏んでよかったねっていうポイントですよねじゃあ次どうしようっていうじゃあちょっと手前まで行って海賊やっつけてみようかなっていうところで,でそれをまあ3ヶ月スパンでやってみようかなみたいな。 あので最終的にグラウンドラインの一歩手前までをちょっととりあえずロードマップとして年内やろうみたいな感じなんですかね。はいう感じでちょっと思いました、はい、で次ですね、えー、っと次は6つ目なんですけど施策を実行してから効果を測定するっていう内容みたいですねこれはちょっとまあこちらの内容をちょっと読み上げるとですね生成 AI の取り組みを経営施策としてロードマップに沿って実施すると。で につまりあの目標を定めるっていうところですね目標を定めた、えー、達成度具合などをビジネス視点と IT 視点で確認するまああのうん、うん、海賊王になるんだっていうところで何パーセント達成しているのっていうことなんですかねでそれをビジネス視点と IT 視点で見ると、ねはい、まああのなんていうかなうん、うん、こううん まあ、ビジネス視点とあと数値的に見るっていうことなのかなって思うんですけどね。はい、で、えー、と次にですね1回終わらせず見つけた課題を次のサイクルで改善しながら再び1に取り組むあこれでも村岡所長が先ほど言ってらっしゃった内容ですよね、うん、一旦グランドラインまで行っといてもう敵も多いからそこで一旦立ち止まって違う目標を立てていこうということに多分このことですよね。 まあそういうサイクルでやっていくのがいいでしょうということみたいなんですよね。で、まああのー、ちなみにこんなグラフをねでそれで書いてらっしゃいました。この手順みたいです<ー>正確には。はいはい,はいはい。なんか、あのー、すごい理想的な。<laughs> あのー、いいですねいいサイクルですね。サイクルですね。まあ、自社の業務の理想像を再定義して。 で生活用による目標定義をそこでやると。で現状分析をしておいてうん、うん、で理想像定義もそこですると。でギャップ分析をしてロードマップを作成してで施策の実行をして効果測定するみたいなね。で改めて自社の業務の理想像の再定義をするっていうサイクルっていうことみたいです。どうでしょうこれ。<laughs> いやこれ使えると思いままますねまんまもう,もうこ,これまんま AI にデータを食わせながらこれをやり続ければいいものができそうですよね。そうですねだからまああのやっぱりね僕もね何回かこう回ってて思うことが一つあって、まあ、いざ入れたいって思っても。 まあちょっと経営者レベルで言うとねやっぱあんなこともできるこんなこともできるっていうことですごいね夢が広がるんですけどそれを多分指示したところで現状のギャップ的にそこまでできるかって言ったらできない内容がやっぱほとんどなんですよね。まあとにかく先生 a すごいんですけどねまあ例えばねある経営者がいてで社員を全部先生 AI に変えようとかって持ち仮に思ったとして。で <laughs> AI すごいからできるだろうみたいな <laughs> もし仮にそういうふうに思っても実際にはどうなんだっていうところをまああの理想像の定義してみるとやっぱギャップがあるといや無理でしょ社長みたいなね <laughs> じゃあそうなるためにどういうふうなロードマップまあ徐々になんかね効率化を図るために人と AI を差し替えていくっていう作業になっていくのかな じゃあまず一番最初ここが一番あのね自動化できるところじゃないか AI でっていう感じで考えていくっていうなんかそういう考え方なのかなというのはちょっと思いますよね。という感じのまあ内容なんですけどまあここで次にですねデータマネジメントを構成する上での3つの事柄っていうのがあるみたいですでこれがまあ基盤。 え運用設計で人材育成っていうことになるみたいなんですね。でまあ一つ一つちょっとねこう読み上げていくとデータ基盤っていうのはどういうことかっていうとまあ企業活動で生まれるデータを収集する場所まあクラウドサービスやデータセンターでエッジ環境や IoT 機器などのさまざまな場所で発生するとで非構造化データも含むデータを集める仕組みが必要だっていうことみたいなんですね。 やっぱり AI って生成 AI ってまああの自分が持ってるその LLM としての大規模言語モデルを持ってるもののやっぱ固有のビジネスモデルでのそのデータっていうのは持ち合わせないわけなんですよね。でそれはまあ過去のデータでもいいですしで今から発生する内容のデータでもいいですしっていうことでやっぱりデータ収集の形っていうのがやっぱり大事になってくると。で この間からあの村岡社長と、ね、お話ししてる僕は会話っていうところがそれに当たるのかなってちょっと思ってて例えば会議内容もしっかりで営業先の内容でもしっかりでで社員との会話もしっかりでなんかこう会話から何かのデータが蓄積できるんじゃないかなっていうところでちょっと僕思ってます。なんでね、ちょっとそののの辺が収集でできればローーカル上でそのデータの基盤としての あの非構造化しもうしてないしとりあえずデータを収集するっていう意味ではそういうのを活用して何かできないかなっていう取り組みがなんか今からの今風なのかなっていうふうに思ってますしで次ですねデータの運用設計というところで書かれてるんですけどデータ利用者のニーズを満たすプロセスを作る。 まあ参照したいデータがすぐにポータルサイトで確認できるようにするとかであと,、えー、と、異常値を、えー、自動で検出するような仕組みを作るとかで閲覧権限とかでルールを設定するなどの含まれるということでまあそれで活用するためのデータをどう利用していくのかというところの今度は出力の部分なんですけどまあそこもなんかいろんなプロセスとしてのデータ設計運用設計が必要なんでしょうね。例えば あの役員会議のね内容を一般のレップの社員は見られたらまずいですから。あの <laughs> ね <laughs> あ。そうですね。確かにね。そう,そうでしょうん。だってまあ今言ってた内容ね、もう社長はねもうちょっと社員全部エアに変えようぜっていうのを俺、ね、あの言ってたとして。<laughs> <laughs> そんなん聞かせられないんですからね, <laughs> ね。あの <laughs> 聞かせられないですね。そうですね。そうでしょう、ね。<laughs> なんか、ね、そういう意味ではやっぱり、まあ、今のは極端な話ですけどね、まあ、データセキュリティ的なそのあのフレーズ、えー、とレイヤーというのは必要なのは、まあね、企業にいると当たり前のことではありますしかといってみんなが役に立てるようなところの、えー、と部分とかの公開っていうのも必要だと思うんですよね。例えば 営業活動をしてますとである社員がすごくね、うん、えと営業に素晴らしいたけてるどんな技術を持ってるのかっていうところで AI を活用してこんな感じのレポーティングをしてましたよみたいなとか、まあ、こういう場合の、えー、事例の場合って過去の内容をたどってで、うん、えとどういう形で攻めていけばいいんでしょうねとか問い合わせするような生成 AI に問い合わせてねナレッジとしてそれを持ってたとしたらこんな感じの事例があってこういうふうにすればいいんじゃないでしょうかっていう提案してくれたりとかするかもしれませんしね。 そういう部分ではうで、ねうん、ものすごく活用できるのかなとは思います。はい、であと次ですね、はい、次に来るのがやっぱり人材の育成僕もここはすごく大事だなと思っているところもありますんであのデータ基盤とかね運用プロセスを支える人材を社内で育てるとで大事なのがデータを業務に生かすビジネスアナリストっていうことで言われてるんですけど まあここで言われるその DX 人材というふうに呼ばれてるらしいんですね。はい、えー、業務とデータを紐付ける役割を果たすということで業務を理解している人が AI やデータを使うとき大きな価値が生まれるので社内での育成ニーズが高まっているということで、はい、デルさんのテクノロジーは言ってらっしゃるっていうことみたいです、ね。なるほど。うんうんうん、うん、まあだからこんだけのことがあったとしても社内に、ね、あのー、インハウス上に。 こうデータアナリスト的な昔で言うところのまあ生成 AI を使うまあ本当にプロンプトエンジニアとかがいればこういったこととかもすんなりいくでしょうっていうことだと思うんですけどね。いやほんとそうだと思いますね。はい、で企業はやっぱりそういうえー、っとまあプロンプトエンジニアリングをたけてらっしゃる方が。 えといらっしゃらないと今後先勝ち抜いていけないんじゃないかなっていうのもちょっと思います。はい。ここまでで。本当にそうだと思いますね。ねあの。はいこれ最後ねでもね取り仕切ってる内容はね多分ねそういう感じなんですよ。次のちょっと最後のねあのスライドをちょっとね <laughs> お出ししようかなと思うんですけど。<laughs> AI 活用は生きるるかか死ぬかを左右するっていうね。うん まあ僕はもうずっとこれをね訴えてるんですけどあの皆さんなかなかね足踏みしてちょっと取り組めないところがあるのかなっていうのは思いますで本当にもに欧米の方ではもう導入されてて当たり前ってなってる中日本ではやっぱり課長しきれてないでここに来て結構ね僕 AI ニュースずっとやってるんですけど自治体の方が結構積極的に推進してたりとかしますんで <laughs>。 なんかその辺がちょっとねなんか違和感があるっていうかなんか日本のビジネス上でめちゃくちゃ活用されてるっていうところの事例があんまり出てこない中なんか横断歩道を自動でねなんか認識して、えー、と目が悪い人に対してのね白状の AI が出たりとかするんですよ。<laughs> そうなんですか。はい、<ー>横断歩道を渡ろうとして信号機が例えば赤だった場合に危険を知らせてくれたりとかするらしいんですよ。なんかそんなのとかも出てきてたりとかするなんかねなんかビジネス上でね本当にね活用しきっているところっていうのは本当にあるのかなっていうのはちょっと思いますよねなんか。 まあでもやっぱりあの経営者としてやっぱ思うところっていうところでいうとやはりその AI に対してそのいろんなあの自分が思ってることをこう食べさせれば孫さんとかもやってらっしゃると思うんですけど何かをやるためにまず討論させてみるであったりとかそういうところでやっぱり経営者としてはすごく使いやすいツールの一つなのかなって僕は思いますね。実際なんかか経営目標でああっったりととそういうういいころってののもやっぱり僕も僕現在あのもう なんんていうんですか、ね、10年近くもうなるんですけど、はい、結構毎年毎年こう継ぎ足して自分で見て整理してみたいなことをやってはいたんですけどやっぱり結構膨大な量になってくるので、はい、まあそういうところを結構 AI とかに全部データ的に渡してしまっ で同時にいろいろ考えてもらってとかっていうところで、うんはい、すごく今回効率化できたことが1個あったなっていうふうなことがありました。ななるほどなるほほどど、うんうんうん、そうですよねあとなんか本当に根本的なところかもしれないですけどあの経営者って孤独じゃないですか。でなんかあのです、ね、経営判断する時って。はい なかなかねだからあのなんていうかなこう占い師の方頼る方の経営者って結構多かったりとか何からあの宗教系 <laughs> <laughs> 宗教系の方とねあのちょっと精通されてらっしゃる方も結構多かったりとかしてあの。 意外とその判断材料っていうところを神頼みじゃないんですけど相談する相手がいないからっていうことでそういうところに頼ってしまうところとかもあったりとかする場合に生成 AI って都合がいいパートナーかなっていうところもちょっと思いますよね、うんうん、僕もなんか。あの本当に本当そうですね うん、こ,ここでは出せないような感じのプロンプトとかもちょっと与えてたりとかしたりとかしますんで <laughs> <あの笑>なんかこういう場合ってどうなんだろうなとかって思うような内容とかの、ね、本当にアイデアのブレインストーミングしたりするところがなんかすごいね便利だなっていうのはちょっと思うんですけど。まあ とはう,、ね、い<や>あうんと、ねはい、にこう導入されてないところがねやっぱ多いっていうところもあるんでねぜひねもう本当あの早くこの辺が進んであの日本がですね生成 AI でなんか成功するようなそういう都市に変わってほしいなって僕はちょっと思うんですけど、はい。本当にあの海賊王になるんだじゃないですけどなんか日本が生成 AI で <laughs> <で>そうですね。一番になるんだぐらいのね、あの <laughs> もう,ね,うですね、このぐらいの勢いでいるそうです欲しいですよね。そうです。あのもうね、多分ね、作るところは語れへんと思うんですよ。もうそこを狙っていくべきではないと思うんですよね。でもその使う側としてスペシャリストをたくさんいるようなそういう国になれば、なんかもっともっといろんな意味でね、えっ、ー、と経済もそうでしょうし、暮らしもあの豊かになるのかなっていうのはちょっと思います。僕。 はい、いやもう本当にそうだと思いますやっぱり日本人としてのそのものを消化させていくっていう力が試されてるのかなと思いますね、はい、すこの AI っていうのをどう活用していくかっていうところがでもねこうやって言ってる中で本当使ってるところが少なすぎてちょっと残念なんですもう本当にだから僕もちょっといろんなところでねもう発信していきたいなというふうに思いますんで是非ですねちょっと皆さんもこの辺あの。 一応記事載、えー、っけておきますので、そちらまたご覧いただきながらでいろいろと考えていただければいいかなというふうに思います。はい。えー、このチャンネルではですね、えー、AI ニュースなんかもお届けしたりとかしてますので、もしよかったらまた、えー、ご覧ください。はい。あとですね、チャット g p t の内容とかですね、プロンプトンエンジニアリングの内容とかですね、s 成 s a i の内容なんかもやっております。えー、そちらも過去動画で、えー、ご覧いただければいいかなというふうに思います。 であとですね、生 c AI で道を切り開くということで、365日、365人の方と名刺交換、挑戦中であります。えー、もしよかったら、えーと、名刺交換よろしくお願いします。あ、名刺交換といえば、あの村岡所長、僕、あの、だいぶ、はい、名刺交換、ストックがなくなってって、あのよかったら誰か紹介してください。<laughs> <laughs> お会しました。はい、<laughs> はい、では<の>何かを失うかなと思います。はい、<laughs> はい、よろしくお願いします。はい、またちょっと東京に来られた際にはご準備しておきます。はい、もう、まあ、今東京なんですよ。実ははい、あのなんでそうなんですね。全然全然いけるんですよね。本当あのちょっとまああの冗談交じで言ってましたけど、はい、またそれあのお話しさせていただければなというふうに思います。はい。 あのー、ポッドキャストとかもやってますんで、もしよかったらそちらの方でもお聞きください。はいいありがとうございましたすみません、なんかあのぶっ込んできて、ま、マジ話、ちょっと、ね、あの <laughs> 収録に入れちゃうっていう、<laughs> <laughs> いいんじゃないですかいいですかね、本当ね。いや、本当ね、もうそれぐらいちょっとね、名刺交換したいんですよ、いろんな人と、ね、いろんなお話聞いてみたいんですよね。はい、はい、う確かに 確確かかににここに来てもう多分ね3月終わりに近づいてでもう 100, 100近くに 90, 90何人ですよねもう多分待つまでになったら3月いっぱいでで4月入ってやっと100人行くんですよねいやーなんかなんか難し,い難しいですねなんかな,んか,、ね、な,んか,なんか。<laughs> 了かりました、した私の,ちょっとあの周りにもちょっと進めておきます、ね、<laughs> あすいませんういう方んいらっしゃるといことでただ、まあ、ただただ会って名刺交換するだけじゃなく僕、本当にその場で先生やについて何かお役に立てるようなお話とかもさせてもらってるんで、あのー、それ、ねあのーまあ、村田次女はねいろんなところで僕も一緒にあの行ったんでご存じだと思うんですけど。 本当にあのためになるようなお話とかをさせてもらっているのでぜひ応募いただければなといううに思います。はい。では明々会社長どうもありがとうございました。はい。本日もありがとうございました。はい。えっ、ー、と聞いていただいた、えー、ここまで聞いていただいた方どうもありがとうございました。はい。またよろしくお願いします。はい。じゃあすいませんありがとうございました。